どうも大輝です。今日は七飯町に来ています。はい、七飯町もね結構広い町で、農業地帯ですね。農業がすごい盛んに行われているんですけども、今回はですね七飯町の中でも大沼っていう、大沼国定公園っていうところがあるんですけども、その大沼公園のところで漁をやられているということで、その漁がワカサギ漁なんですよね。ワカサギって、僕は湖の上凍った時に釣りをするイメージくらいしかなかったんですけど、こういうね凍ってない時期でもワカサギの漁っていうのがやられていて、ワカサギの佃煮を作っているんですよね。それがまたね美味しいんですよ。そちらの様子もね撮影させていただきました。で、大沼ではライブ配信もやってるんですけども、 RV パーク大沼っていうところに停泊しながら、まあ作業編集だったり、あとは撮影とかをさせていただきまして、そちらの方の紹介も兼ねて大沼公園の撮影をしてきましたので、ぜひ最後までご覧いただければなと思います。それでは七飯町の動画をご覧ください。どうぞ。はい、どうも。今回は七飯町大沼エリアからお送りしたいと思います。今回はここ RV パーク大沼を拠点に撮影をしてきました。かなり広い駐車場で、大沼国定公園の中にある RV パークとなっております。こちらの撮影許可をいただきましたので撮影をしていきます。まずはおトイレ、ちらっとお見せするのですが、綺麗、とにかく綺麗。はい、ということで続きまして、こちらには温泉水が常時流れております。高温ではなく飲み水としても使用できますし、洗い物、洗車もできるんです。無料で垂れ流し中です。そしてこの広い駐車場の中に僕も停泊して過ごしました。はい、ということで大沼で行われているワカサギ漁をドローンで撮影してきましたのでご覧ください。電気がある生活最高ですね。何箇所くらいですか？今は小沼に3箇所、大沼に1箇所。他の人もと十何個とか建ててる。あ、何軒かあるんですか？うちと対馬さんと池田さんっていうところで。3軒で。大沼っていうところと小沼。大沼ってね、こっち側の、はい、月見橋で橋境にして、はい、あっち側が小沼って言って、はい、こっち側全体大きい方大沼って言ってて、大体1時間に1回巻き込んでって、はい、それをこう岸に持ってってトラックに積んでみたいな流れだから、大体1時間おきにこうみたいな、網をこう船でブーンって巻いて、ブーンって引いてって引き終わって。魚集まったら、魚運ぶちっちゃい船が、こう、すぐそこの岸のとこに運びに来て、
でトラックで運ぶ係の組合のおじさんが、はい、今来るんだ、はいはい、であのトラック乗って、はい、その魚集めして歩くさ。ありがとうございます。はい、ご視聴ありがとうございます。七飯町の動画でした。ワカサギすごいね。実際に船乗ることはできなかったんですけど、ドローンでついてっていいよっていう話でドローンで船を追っかけて、で漁している様子っていうのね、撮影することができました。またね、ワカサギにそこから上げてすぐにね佃煮にしていくっていうことで、そちらの方まで、追って撮影することができたので、一連の様子っていうのが見れたかなというふうに思います。あとはね、大沼国定公園ということでね、大自然が広がっている。そしてそのすぐ隣というか敷地内ですね、敷地内に RV パーク大沼さんがあって、そちらで快適な滞在ができたというような感じですね。はい、ということでこの辺で七飯町動画終了したいと思います。次は北海道の大都市ですね、函館市に行きます。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。時には人を愛すぬかとまるだろう、少し大きな背中